環境ボランティアに参加させていただいています。暑さに負けず頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。大変長らくお待たせいたしました。第45回津山納涼ゴンゴ祭り新吉井川大花火大会、いよいよ始まります。今年のテーマはパワーオブスマイル、笑顔の力で未来につなぐ。全4部構成でお届けいたします。たくさんの笑顔を引き出すために、今年限定の特別企画をご用意いたしました。みんなが楽しめる時間をお届けいたします。それでは打ち上げに先立ち、花火をご提供くださいましたスポンサーの方、小松会株式会社、有限会社小松製造社、高田再生工業株式会社、正田食品株式会社、津山工場株式会社、関さん、津山バス株式会社、一般社団法人津山歯科医師会、皆様の生活と幸せをサポートします。それが我々スタッフの喜びです。医療法人学芸会水田皮膚科泌尿器科、以上33社のご協賛です。さあ皆さん、8時から花火を上げていきます、はい、1時間どうぞお楽しみください。待ちに待った花火大会だと思います。いやー楽しみですね、はい、会場大変混み合っております、はい、小さいお子様の手を離さないようにね、お父さんお母さん、ね、保護者の皆さんよろしくお願いします。あ、そしてね、見えないところにいらっしゃる方大丈夫ですか、はい、見える位置に行ってくださいね。この後8時には打ち上がっていきますので、よろしくお願いします、はい、橋の上の方、水辺に近い方、十分ご注意ください。お気をつけくださいね。そして迷子にならないように、小さなお子さん、小学生の皆さん気をつけてくださいね。じゃあ、あのグループが出てくるあのナンバーでスタートしようと思っています。ですから始まりから華やかに津山らしさ全開でお送りしていきます。津山らしさって言ったらやっぱりあのメンバーですよ ね、はい、世界的に有名ですよね。かなりの有名人ですよね。これできっとね、皆様にお楽しみいただけると思います。津山が誇るあのアーティスト、皆さん分かりますよね。あのナンバーでスタートしたいと思っていますよ。じゃあ皆さん、もう間もなく始まってまいります。お楽しみにしてくださいね。さあ、いよいよそろそろのお時間が近づいてまいりました。第45回津山納涼ゴンゴ祭り大花火大会スタートです。さあ、空を見上げてください。花火大会のスタートです。
いかがでしたでしょうか。これから花火大会はもっと盛り上がっていきますよ。津山の夏をしっかりと心ゆくまでお楽しみください。
やついけるのかないよ設定ない多分設定をなんか共有してないかもしれない花火です。いろんな形の花火が上がるので、よーく見てみてください。で、その後に皆さんと共に答え合わせをしようと思っています。ここからが片物花火。いろんな形の花火が上がりますので、ご注目くださいね。さあ、片物花火スタートです。
よ。皆さん、片物花火がどれか分かりましたか？どうでしょうか？夜空にどんな絵が描かれたか。さあ、それでは答え合わせをしてみましょう。正解発表。さあ、ま、ニコちゃんマーク。あ、見えた見えた見えた。ニコちゃんマーク見えましたよね。それから、さあ、星。そう、スイカ。本当？スイカあったね。あ、あのね、足。足？足？人間の？足。ハート！あったよね。渦巻き。見えた見えた。それでね、岡山といえばやっぱり桃。それからもやっぱりどうしてもあのカッパっていうかゴンちゃんでしょ。ゴンちゃん。あれって猫？あ、ドラえもんか。青いかな。そうそう。それから、水引き。難しい。めっちゃ難しい。皆さん、旦那さん、いくつ分かりましたか？いろんな可愛らしい絵の花火上がりましたね。結構難しかったかな。いやでもね、こんなに楽しい花火がしかもくっきり見えるなんてすごい技術、素晴らしいですね。シーンにスマイル、光の贈り物でした。さあ皆さん、小さなお子さんには十分にご注意ください。そして河川敷内の花火の観覧の方、お気をつけくださいね。大丈夫でしょうか？怪我のないようにご配慮をお願いいたします。いよいよ花火大会も中盤に差し掛かってまいりました。シーン3は星に願いをです。こちらのシーンでは独創的で芸術性の高い花火を多数使用し、新作花火コレクションと題しまして、初披露の新作花火をお届けします。花のようにさまざまな方向に星を飛ばす多宝咲きと呼ばれる種類の花火、タンポポの綿毛をイメージした花火、惑星をイメージした近未来的な花火など、職人が腕に余裕をかけて制作した岡山県内ではあまり見られない美しい花火をお届けします。またこちらの県では賑やかさだけではない趣のある花火も使用いたします。日本独特の淡い色合いの和火と呼ばれる花火を使用したスターマインも登場しますので、ご注目ください。それではどうぞ。
やっぱり花火っていいね。今年はコンディションいいんじゃないの。最高だし皆さん撮りまくり。そう、まあ、ぜひね、あの津山市の花火大会で SNS に上げてほしいよね、はい、世界発信お願いしますよ。よろしくお願いします、はい、ではせーの、インターバル花火、パワーと酒の。さあ皆さん、花火大会もいよいよ終盤です。今年のゴンゴ祭りのテーマはパワーオブスマイル、笑顔の力で未来につなげる。Thank you.
さん、どうやら花火師さんが明かりを振ってくれています。見えますか？今日あげてくださった花火師さんが明かりを振っています。お持ちのスマートフォンなどでライトで明かりを振り返してみてください。感謝の思いが伝わるはずです。花火師さん、ありがとうございました。そしてご提供くださいました企業の皆様、ありがとうございました。会場の皆さん、ご参加いただきありがとうございました。たくさん皆さんが振ってくださっていますね。きっと花火師の皆さんに届いていると思います。さあ皆さん、フィナーレは楽しんでいただけましたか？いやー、カラフルで豪華な花火だったな。そうですね、今年の花火は本当にお客様皆さんの笑顔で檜山の未来を明るく照らせるようにという願いが込めてお送りした通りになりました。以上をもちまして第45回檜山納涼盆踊り in 吉井川大花火大会全プログラムが終了いたしました。ご来場の皆様、どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。最後までご覧いただきましてありがとうございました。来年も同じように皆様とここ吉井川河川敷でお会いできることを楽しみにしております。それでは皆様、さようなら。祭り実行委員会よりご来場のお客様にご案内いたします。夜店、カフェゴンゴなどのお店は9時30分まで営業しておりますので、皆様どうぞご利用ください。夜店、カフェゴンゴなどのお店は9時30分まで営業しておりますので、皆様どうぞご利用ください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。